相手の発言に、なるほど、そうね、と肯定すれば、会話はそこから始まります。逆に、でも、だって、と否定すれば、そこで会話は途切れてしまいます。例えば、この前の週末、伊豆で桜が満開でした。すごく綺麗でした。と、明るい表情で話してくれた人に対して、でも、うちの方はまだ全然咲いていませんよ。と答えると、会話はそこで終わってしまいます。会話をするときは、最初から、でも、だって、という言葉を使わないようにしたらいかがでしょうか。人間関係も変わってきます。もう一つ言ってはいけないのは、揶揄、嫌味、皮肉です。これらはチクチク人を刺すので、私は刺し言葉と呼んでいます。例えば恋人に対して、こんな言葉を投げかけたとしましょう。そんなに仕事が好きなら、仕事と結婚したら？これは、おそらく可愛さ余って言ったのでしょうが、言われた相手はチクチク刺された痛みで逃げてしまい、どんどん距離は離れていきます。刺し言葉は、発した人の意思とは、逆の働きしかしない言葉なのです。嫌味や皮肉でチクチク刺せば、人差しごとに相手は離れる、ということを覚えておきましょう。